では次はネリス空港、そちらに前任のエルダーのなんかヒントがあるという話でしたよね。とりあえず進んでみましょうか。ネリス空港って場所どこでしたっけね。NCR の基地かなと思いましたが、もしかしたらブーマーのいた場所、そこの可能性もあるかな。とりあえず進んでみよう。これ誰だ？ NCR か。とりあえずマーカーの指す方向に進んでいますが、ん？なんかいる？何見えないな。どこだ？サソリか。よし。ここら辺に何かありますね。前方のあそこら辺かな。でもあれブラックマウンテンっぽいんですけどね。こちらにマーカーがついている。何かありそうだ。ちょっと寄ってみましょう。怪しいな。ここら辺が。岩陰？ん？これか？これなんか謎の洞窟でもないな。なんでもなかった。ここら辺だ。あ、なんかあっちだよ。ブラックロックケーブ。あ、どっかに。こんなとこに洞窟があるよ。なんだこの洞窟。ちょっと入ると危険そうですね。ブラックマウンテンと同じ名前なんですかね、ブラック。あまり関係しないかもしれませんけどね。そして目標地点はさらに北か。じゃあどんどん進んでいこう。ここはまだ内部は侵入は無理かな。侵入すると怒られるかもしれない。グールがいる。フェラルグールローマ。スナイパーで。場所はどこだ。あれか。あった。ヘッドショット。決まったね。断面図が赤く燃えてる。ここからでも、あの赤さが確認できますね。ちょっと、チラリと。あれか。他にグーラいないか？あまり今のところ、グーラ群れてる感じはしませんね。単体でいることが多い。さらにスコルピオンか。よく見えないな。ちょっと遠いな。無理だ。遠いけど。よし。当たるぞ。ステルスで、もりもり撃っていく。気づかれた？何も見えない。カタカタカタ。よし、ナイスだ。あ、なんだ？何か死んでる。グロインググール。グールが死んでるぞ。NCR か。あそこの建物に何かありそうですね。なんか人が走ってきたんやから、気のせいかな。来てるよね、確実に。やばい、襲われるかもしれない、これ。NCR に。あ、離れると言われてる。わかりました。なんだ、すごい。いや、二人に、こんなところに来るか。とりあえず、あそこに寄ってはいけないようですね。なんかいる。あれは月光かな。交戦してる。何かと。NCR、あれは敵対してる NCR ですね。すごい遠くにいるけど。数多いな。まあいい。無駄な戦闘は避けよう。何？どこ？ロボリン、ロボリン。ロボプリンが、そんなとこに。危ない。マイクロファー撃ってきますか？ベルの毛は吹き倒す。さすがだ。なんていうところにいるんだ、こいつは。恐ろしい奴だ。ここら辺は特に何もいないかな。ここには列車がありますね。あそこにも何かあったような記憶があるな。これもなんかのクエストですよね、多分。キャラバンでしたっけね。あら、座ってますね、なんか。休んでる？トラベラー。キャンプは使えるかな？使えそうですね。これは、イグアナの串焼き。
リスの串焼き。なんか作れますかね。いっぱい作れるな、これは。すごいぞ。月光ケバブ。うまそうじゃないか。さらに、ビッグホナーステーキ。全部作りましょう。バラモンステーキ。ドッグステーキ。月光ステーキ。マンティスの足の炙り焼き。あとは回復アイテムかな、これは。ヒーリング、ボルティス。ヒーリングパウダーよりも、なんか性能が良さそうですね。いろんなバフがつく。あれ?これよく見ると?リストアリムコンディション。これは手足の怪我とか直せるっぽいな。あ、これはいいね。洞窟機能が必要なんだ。とりあえず1個作りましょう。あとはラッシングウォーターが作れるが?作るか。会話してるね。なんか戦闘が始まりそうな。大丈夫か?急に立ち上がった。大丈夫か?なんだ?立ち位置を変えた。あいつはなんだ?ドラム缶の位置について。何か起きそうだか?道中のこういう花とかはね、取っていきましょうね。先ほどのような薬になるかもしれない。この前方に何かロケーションがある。この山の向こうかな?なんか、ヴァンパイアのイベントみたいなのありましたよね。それこなしたことないんだよな。やれるんであれば。やってみたいけど、もしかしたら大したイベントではないのかもしれない。ちょっと気になるので、登ってみよう、こらへん。いろいろロケーションを探すのもね、このゲームの醍醐味ですからね。なんだなんだ?なんか混戦してる?すごい音だな、まだ。何がいるんだ?バッツに反応はない。目標はここから、ちょっと南。何かがいる。この下に。なんだ?あ、人がいる、普通に。グレートカーン。ああ、グレートカーンがこんなところにいる。こいつも一勢力ですね。この世界の。まだ村にはついてませんね、グレートカーンの。オープニングで私を撃った男、ベニーの両側にいた男が、グレートカーンの勢力。カンニバル・ジョンソンズ警部。ここだな、多分な。ビュース・スカウト。ヴァンパイアかな?ただの人食いかな?ちょっと会ってみましょう。イベントは進むかどうかわかりませんけど。人食い・ジョンソン。中にはいきなり、罠がありますね。人食い・ジョンソンいるか?結構恐ろしい名前ですけどね。そんな大した人物ではなかったような記憶ありますね。肉は盗む扱い。話してみようか。ストリップのライトに興奮している。何?やっと来たか?私を待っていたのか?死神が来たのかと言われてますね。どうなん軍曹?軍人だったようですね。あなたは人食いなのか?なんとも言えんな。わしの神秘性の一部。ああ、スピーチチャレンジ。足りませんね。やはりヴァンパイアかな。彼女がいた?これ以上は進まなそうですね。ヴァンパイアイベントは、フォラード3ではね、結構、大きめのものがありましたよね。あれも一勢力的な感じでしたけど、今作はそうでもないのかな。ニューベガスでは。なんか奥があるな。洞窟の。死体が、モーラとはいっぱい転がっている。これは?ナイトストーカーやら、犬やらね。人の死体はなさそうですね。とりあえず。ここから、北方向、そこにもなんかありますね。ロケーションが。前方なんかあるか、あれ。何かの基地かな。なんだかわかりませんが、寄ってみるか。グレートカン。特に。女の人だった。これは核破棄物かな。あ、やっぱりそうだ。汚染されてる。力と剣ですね。となると、これも何かのイベントですかね。何人かいるな、グレートカンが。
到着した。あ、ボルト34。ここかな。非常に気持ち悪いボルトは。私が以前攻略をちょっと諦めた。とても行きたくない場所。その可能性もありますけどね。このトラックの並びといい。あのロボブレインは？あら、敵対してない。このトラックから何かを集めるみたいな。そういうミッションもありましたね。ゴールデン月光。ちょっと見にくいが。あれか。よし。ステルスで倒す。弾は多少ありますね。128発。残り20体倒せば、何か実績が達成されますね。目標はここら辺ですね。どこかな？ここら辺の家の内部かもしれない。ここかな？ん？これだね、目標は。ボスに会うのか？ん？あ、ボスだね。この発射機構を探している？これはあれか、シーザーリージョンのイベントをクリアしたのかな？それっぽいね。ベロニカのクエストではなかった？ん？ここら辺なんかあるな。目標の何かが。あの人がいなくなってからじゃないと、盗む扱いになるかもしれませんね。これか？鍵。これを取るのかな？もしくはこの在庫転送指示書。とりあえず鍵を取ろう。よくわからないけどね。カルマが下がったが、目標はボルト34になりましたね。先ほどちょうど見つけた。なんということだ。こういうことがあるのか。今から向かう必要ありそうですね。嫌だな、行きたくないな、あそこ。嫌な予感しかしない。さて、ボルト34。ゴールデン月光。奴ら倒していくか？数が多い。ほら。これサプレッサー付きかな？一体、倒したけど。撃ちまくるぞ。レベルアップした？チッカバナー倒したかな？ちっちゃいのを倒す。奴を撃つ。あいつ動きが悪いな。よし、やった。まだコーション。奥からやってきた。あらららら。あれどうなってる？動きがよくわからんな、あれ。なんか変な動きしてるようにも見えるけど。大丈夫かな？近くに来そうだな、こりゃ。あいつからやるか。近いぞ。おぉ、あ、すげえ近いけど。ほら。撃てていい。やってくれた。しかし、バレットタイム。倒したか？あの崖の向こうかな。ちょっと見にくいね。しかし倒した。ステルスで一発。レベルアップ。そろそろスピーチあたりを30ぐらいまで上げてみますか？いっぱい死体が転がってますね。しかしあまり、肉は持ってないな、こいつらは。じゃあ入ってみようか。ボルト34。うわぁ、ゲーム汚染されてる。大丈夫か、これ。ただ、なんか、内部で助けを求めてる人がいるみたいな。そういう情報があったような記憶があるんですけどね。もしかしたらここではないのかもしれない。なんか水道ポンプを直すみたいな。いきなり洞窟ですね。ああ、お前、ああ、バレットタイム。ああ、ちょっともらったか。ダメージ負ってしまった。まだいる。うわあ。さらに、やつって、今のとこクリアかな？しかし、汚染度がひどい。こちらは寄らない方がいいかな。うわあ。どこに行っても汚染されている。こちらに行くな的な感じでね。ドラム缶が配置されてますね。いっぱいいる。ちょいっぱいいる。うわぁ、撃て撃て。撃ちまくれ。一体どうした？まだいるか？奥にいるっぽいな。どこだ？そっか。何見えない。
よし、やってしまえ。体力が結構減ってしまいましたね。おお、どっちだ、道は。こっちかな？とりあえず続いてる方向に進んでみよう。こちらで合ってるっぽいね。これなんか落ちてるけど。罠じゃないかな。骸骨。弾か。ピストルもありますが。ぬかワッフル。ライフも回復する。ボルトの入り口が開いてますね。何？コーション。いるな。まだコーションだ。あ、グールか。グールではなく、ハスク。ハスク撃っていく。あいつ強いな。まだコーションだぞ。うわぁ、声が。すごいする。ここかな。こいつらの声が恐れすぎる。月光と争っていたようですね。ああ、気持ち悪い。圧倒的に気持ち悪いな。76に比べてね。うわ、いる。ああ、てててい。ベロイカ突っ込んだ。向こうに。私は急ぐか。これぶち当てよう。あとやってくれた。まだ来るか。おら。よし、すごい。スナイパーが効いてる。奥から来たけど、ちょっと当てにくいな。私はこっちからの敵に気をつけよう。まだ声がする。どうだ。いやー、あまり力じゃない。恐ろしくて。うわー、ペロニカすごい突っ込む。まあ、明かりをつけていこう、こうなったら。どこ行った？こっちか？ずいぶん下に行ったな。あそこに。あった。ベロニカ撃たないように。弾込め。いっぱいいる。ボルトの住人。おお、来たせ。あー、なんか来た、なんか来た。どんどん来てる。大丈夫か、ベロニカ。よし、なんか実現ロッカー解除。ベロニカ健在。ちょっとスティンパックを渡しておきましょう。なんか死にそうだ、顔が。スティンパック持ってませんね。これはお渡しで正解でしょうね。いっぱい余ってるし。10ぐらい渡すか。どうした、ベロニカ。上を向いて。上に何かいるのか、これは。そうだ、ここ。この常にね、このドアが閉まるような音。これも気持ち悪いんだよな。間違いない、ここだ。これだけ汚染されてるとまずいよな。ちょっと待ってよ。ラット X は足りないんじゃないの、これ。このまま行くとね。ラット値を抑えるアイテムないか？防護スーツが必要かな。ラットで2つしかないしね。いや、なるべく急ぎましょう、こうなったら。あれ、敵か？あら、全然当たらん。おお、すげえすげえ。なんか1ダメージがすごい入る。倒した。面白い武器だな。マイクロウェーブを使っていくか。ボルト警備兵。これか。ガタガタ言ってんのは。これ止めたいよな。うわぁ、声がする。これはスキルボン？多分雑誌か。ほら、マイクロウェーブ。なんだこれ。当たってんのか、俺。聞いてない気がすんな。おぉ、甘い。マイクロウェーブ。ダメだ、効果がわからん。この武器は。てけどは、よく見ないぞ。いっぱいいる。ちょいっぱいいる。ほら、これを、ぶっ放していくぞ、ほら。俺、ぶっ放せ。何かの実績ロッカー解除。ブラストマスタリー？一気にやりましたけど。悪い子は？前方にいるぞ。ほら、吹き飛ばした。ヘッドショット。弾込めて。なんだ？そこで、引っかかるな、奴ら。道はどっちだ？ああ、近くで声がする。これは、監督官の日記の一部。あ、こんなとこになんだ？うわあ、うわあ、しかも燃えた、ここ。すごい。ガスが充満していた。危なかった。なんだなんだ、今のは。下半身が今埋まってましたけどね、敵はね。どうなってるんだ？セキュリティアーマー。これは強そうだが。うわあ、何の音だ。気持ち悪い。
ああ、敵が。ああ、ああ、頭がない。頭超えて。やすつ。あれ、あれ、弾切れ。やべやべ。ほら、よし。なんかわからんけど、吹き飛ばした。一応聞いてるぞ。よし、スティバック。つかなくてや。死にそうだ。どこだ、どこだ。あ、これ敵か。ああ、やべやべ。警備長？監督官ではない。勝て勝て勝て。うわぁ。よしよし。危ない危ない。こいつ帽子じゃないの？ただの光るしものかな。ベロニカまだ生きてんのか？大丈夫か？マップで確認しよう。ローカルマップ。あ、まだいますね、どこかに。目標はこの先っぽいな。スティンバック使ってと。目標はこっちか？うわぁ。これがすごい。グレネードランチャーあたり使うか？うわ、いっぱいある。よし、グレネードランチャー。ランチャーぶっ放したいが、ベロニカが突っ込んでいった。この武器は、弾がいっぱいあります。おお、めちゃめちゃいる。バレットタイム。頭打ちたいが、わあ、こいつは勝て。光るしものだ。うわあ、光る。うわあ、納豆戦が。やばいやばい。ちょっと待って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 待一つもう一個使って、やはりダメだ。よし、じゃあこのまま多分死ぬので、一回戻ってね、ノバックあたりに。で、服を取ってきましょう。ああ。ここら辺の家がいっぱいある場所、どこかに、医者がいましたよね。そのネリスの空軍基地、じゃなくて、NCR の空軍基地に行けば、その医者の場所を確か、教えてくれたような。あ、ここダウンタウン。シーザーリージョンから助けた奴隷がここに来てるんじゃないかな。確かここら辺の内部にね、いたような気がしますけど。どうかな、この人じゃないか。そうですね、フランク。本来はこの人に依頼されたはずですが、もうクリアしちゃったから特に話は進まないのかな。まだ戻ってきてる感じはしませんね。ラットウェイがあるけど、さすがに難民のキャンプからもらえないか。この内部にもまだなんかありましたね、クエストみたいなのがね。とりあえず今いいか。あの建物はなんだ？結構綺麗ですね。どこのカジノかな。それよりもモノレールで繋がってる空港はどこだ？明らかにこっちじゃないような気がするな。あ、これかな？これっぽいな。ここは下水道。ここだな。空港は。なんか指さされたけど。指さしてますね。なんだ貴様。とりあえず賞金首。首を渡してお金をもらえますか？結構何でもない場所にいたような。あ、この人だな。顔変わってるかな？なんかキリってなってますね。この人はもっと太っていたような元のデザインはね。すごいかっこよくなってるね。報酬が欲しい。クエストは追加された？ドライバーネフィを倒した。ゴルフスイング。まだ二人の気違いが生き残ってる。いや、倒しましたね、こいつら。バイオレット、バイオレットの首を渡す。いくらもらったんだ。次はクックックック。奴はもう倒した。ああ、そうか、なんかライバルの賞金稼ぎみたいなのもいるんでしたっけ。お、達成かな。賞金首は3体。ここのテントのどこかに医者がいたかな。
ここら辺の探偵クエストがありますね。なんかもらったな、また。賞金首を倒したことによって、報酬をもらいましたね。こいつはボスかな、ここの。この人も顔変わってますかね。もっと年寄りだったような記憶がありますが。特殊な武器を持っている。ロンキャビン。とりあえずここから去りましょう、一度。他を探すんだ。エルレイモーテル。ここですかね。幽霊ホテル。ベリージ。なんか入れそうですね。なんだなんだ。なんか交戦が行われてる？多分フィンドとの交戦でしょうね。入れるなら入ってみるか。暗くなってきたしね。宿が欲しい。いきなり敵に。恐れそうだが、あら。あららら、すんごい吹き飛ばしたよ。倒しちゃってよかったの？何者かわからないが。明らかに我々が悪者ですよね。薬物中毒者。まあ、狂ってんだから仕方ないな。ちょっと布団だけ借りるか。ここは？アリードテクノロジーズオフィス。これもなんかのイベントで来る場所かな？連合テクノロジーオフィス。今用はなさそうですが。なんかの郷長がいたけど、話せるかな？あ、ここにいますよ、これね。Hey, my man. やっぱりそうだ。なんで外でうるついてんだ。内部にいるだけじゃないんですね。前方の郷長にも話をしてみよう。What a pointless trip. あ、先ほどやっぱり内部で出会った人物だ。先ほどのスペードの10はこの人が好きなんじゃありませんでしたっけ？違ったかな？ここなんか入れそうですね。大丈夫かな？また罠ありそうな。名前付きの何かの死体がありますね、これ。なんだこれ？ジョーンズ。スミス。オーダー。なんだこりゃ？ファイルノットファウンド。なんかエラーっぽいけど。メモが追加された。何のイベントだこりゃ？英語だ。読めない。残念だな。そうだ、ついでにこの人を雇いましょう。ギター弾きの人ね。とりあえず話を聞いて、で、さらに話をしたら、交渉ができたようですね。カードを見せる。これで一つ達成かな？あと4人。あ、あと3人か。移動してる途中で敵に襲われて死ぬ可能性もあるんでしょうね。敵が来たぞ。ナイトストーカー。押し寄せて。あまぞ。下がれ。おお。やったか？ナイトストーカーが普通に、こんなところにも出るようになりましたね。再びノバック、早速医者がいますね。ラットを覗いてもらいましょう。What can I do for you? お金は結構余裕がありますからね。ラットはなくなったかな？体の状況はどうかな？悪くはないか。あとは商品を見せてもらいましょう。あなたには何度もお世話になりますね。ドクターバッグは3つあるじゃないか。全開だ。ラットA3つ。あ、安いなこれ。ラットX。やった。結構揃いましたね。あとは私の自分の部屋にね、防護スーツがあると思いますが、防護服入れてあるかな。ありますね。よかった。これは重量いくつだ。重量5か。結構重たいね。何か置いていこうかな。とりあえず壊れてる鎧、軽量レザーアーマー、洋服は入れておこう。クッククックのヘルメット、これは持ってきますかね。見た目も面白いし。あとは、サンセットサルサパリラ。冷やしますか？あ、10個ほど冷えてますね。とりあえず、5個ほど入れておきますか。そして1つ、冷えたものを取り出す。